テレビアニメナルトの放送500回突破を記念して全6話にわたってのオリジナルストーリーナルト疾風伝力を放送するってばよ。火の国の国境近くにあるトニカ村で村人が惨殺される事件が起こった。トニカ村に住んでいるレオと妹のミナ、子供たちの先生ドック、村で調査をする俺たちの目の前に突然現れたカブト、地面から次々出てくる棺桶から現れたデーダラやハヤテ先生、江戸転生の術で死人を蘇らせて襲ってくるカブトと俺たちの熱い激闘が始まる。ホールという神聖な場所にあるトニカ村は昔から聖域と秘宝を守っていた。その秘宝が狙われたのか。村に伝わるホールの伝承と謎の力の存在、兜が現れたのはその力と関係があるのか。ナルト疾風伝力、11月22日木曜夜7時30分から放送。